なたってば、さっきから手が止まってばかり。この調子じゃいつまで経っても部屋のお掃除終わらないよ。やめてよ、恥ずかしいよ。いいから、それは置いてお掃除だよ。ねえ、クローゼットの奥にあるものも出しちゃっていい？どうしたの？ああ、それ、あなたの宝箱だよね。うわあ、懐かしいな。開けてみて、開けてみて。でも、これは特別だもん。うちの家族と一緒に行った旅行だよね。あの頃はこれがガラスなんてわからなくて宝石だと思ってたんだよね。この紙は100点満点のテスト？そんな点数取ったことないもん。もう。あ、それ、宝の地図じゃないかな。ほら、一緒に何か埋めたよね。なんだっけ、え？お掃除は？